おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。テスラより優れている、スマートマネーが支持する中国のライバル3社。テスラのブランドロイヤリティは依然として非常に高く、テスラはトヨタとホンダから販売を奪っている。テスラ、年末頃に新工場の場所を発表するもどこ。これらの記事を紹介していきたいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックなどからしていきたいと思います。はい、ではダウですけれども、ダウは今日は大きく下げておりまして 32,799 ドルとなっています。ナスダックも下げていますね。ナスダックも下げておりまして 12,484 ポイント。 S&P500 も下げていますね。 4,115 ポイントとなっております。そしてテスラがどうなっているかと言いますと、テスラも下がっておりまして 182 ドル台まで下がっております。はい、ではですね、まず最初にテスラより優れているスマートマネーが支持する中国のライバル3社、こちらの記事を紹介したいと思います。この記事の中では、テスラのライバルとなる中国のライバル3社として BYD、ニオ、リオート、この3社を紹介しています。まず BYD ですけれども、中間層市場に向けた手頃な価格の EV を製造しています。投資収益率も高く、さらなる成長が予想されると記事の中では書かれていました。次にニオですけれども、ニオは品質で勝負し、 SUV とサルーンに力を入れています。最近は苦戦していますけれども、2023年に生産と配送を増やし、欧州での拡大を目指しています。そして最後のリオートですけれども、プレミアム EV を製造しています。課題としては航続距離の不安です。対処方法として航続距離延長型バッテリーを提供しています。リオートは2019年に生産を開始しました。2023年までに大幅な黒字を見込んでいますと。そして記事の中のまとめとしては、中国の EV メーカーは様々な戦略を駆使して競争力を高めることで、国内および欧州市場で大きく躍進することが予想されるでしょうと締めくくられていました。はい、という記事でしたけれども、テスラのライバルになりそうな中国3社です。本当ね、中国ね、僕はねすごいと思いますね。で、中国車とかね、下に見ていたら僕はね危ないと思います。日本勢はね、もっともっと頑張ってもらいたいと思います。では続きまして、テスラのブランドロイヤリティは依然として非常に高く、テスラはトヨタとホンダから販売を奪っている、この記事を紹介したいと思います。テスラは高いブランドロイヤリティを維持し、リピーターを引きつけ、他の自動車メーカーからマーケットシェアを奪っています。シティのアナリスト、イタイ・ミケリ氏は、テスラオーナーの 67% が同ブランドから別の車を購入することを選択していると報告しています。この 67% という数字ですけれども、平均的な高級ブランドのロイヤリティ率である約 46% を大きく上回っているということになります。そして興味深いこととして、テスラのモデル3とモデル Y、主に高級車メーカーからではなく、トヨタやホンダなどの主流自動車メーカーからシェアを奪っているということです。ミケリ氏は、モデル3のこれまでの顧客のうち、トヨタとホンダが約3分の1を占めていると報告しています。米国で販売される EV モデルの数ですけれども、昨年の40台から2023年には74台に増えるなど、電気自動車市場の競争は激化しています。しかし、テスラのブランドロイヤリティは影響を受けていません。逆に過去数年間で実際にブランドロイヤリティは上昇しています。はい、という記事でしたけれども、この記事でもあった高級車からテスラというよりも、トヨタ、ホンダからテスラが多い。これは僕はなんとなくね、わかる気がします。多分テスラを買う場合の実際のところのネックっていうのは、充電と値段だと思うんですね。で、充電に関しては自宅で充電できるかどうかっていうのが結構大きいとは思うんですけれども、それと同じぐらい値段っていうところのネックがねあると思います。そして世間一般的にテスラは高いっていうイメージがあるんですけれども、そこが実際は少し、ね、違ってくるんですね。例えばなんですけれども、トヨタのハリア、
4WD のハイブリッドである Z、ホームページで販売価格を調べてきました。で調べてみると484万8000円と書かれていました。そこから通常ですねオプションが入ってくるので値段はね上がっていきますよね。一方モデル Y の RWD ですね、こちらの今の販売価格は587万1600円です。そしてテスラは基本的にここからオプションっていうのが、まあ、カラーぐらいですかね、カラーで少しねオプションというのがありますけれども、基本的にここからオプション価格が入るっていうことはありません。逆にここから補助金が入ってきます。今現在テスラはですね65万円の補助金が入るので65万円となってくると522万1600円となってきます。つまりこう見てくるとですね、トヨタのハリアとテスラのモデル Y、まあ、形としては同じ SUV 系ですよね、値段がね変わってこないんですよ。そして逆にここからテスラの方が税金も安いし電気代も安いという結果になってきます。そうなってくるとテスラを選ぶというね選択肢になると思います。で実際にね僕自身がそうなんですね。僕はトヨタのハリアという選択肢はなかったんですけれども、本当は僕はポルシェのマカンが選択肢として第一優先でありました。で値段というところでいくと当然ポルシェのマカンよりもテスラの方が安いわけですね。そしてテスラに関してはレクサスという選択をしたときにレクサスの RX とかと考えたときにも当然レクサスよりも値段は安いわけです。そして自宅で充電っていうのが便利ですよね。で維持費も圧倒的に安いわけです。そしてなんといってもこの車を運転するときの圧倒的な楽しさ、そして未来感、これが僕の中では完全に決め手となってテスラを買ったという経緯があります。なのでトヨタ、ホンダからテスラが多いっていうのは僕はなんとなくね分かる気がします。はい、では最後にですね、テスラ年末頃に新工場の場所を発表するもどこ、この記事を紹介したいと思います。イーロン・マスク CEO がウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで年末に向けて新しい工場の場所を発表する可能性が高いことを確認しました。テスラは10年後までに年間2000万台の自動車を製造するという目標があります。しかし現在及び発表されている施設では約600万台しか生産はできません。さらに数箇所の工場を設置することが予想されます。では新しい新工場をどこに作るのか、このギガファクトリーの候補地としてカナダ、インド、またはフランスという予測がされています。はい、という記事でしたけれども、新しい工場ですけれども正確な場所はまだ未発表ということです。先日マクロン大統領との会談の記事、そしてインド政府との交渉の記事、これを紹介しました。合わせてご覧になってもらいたいんですけれども、それぞれ僕は記事として紹介しています。その記事を読んだ感想としても、フランスやインドっていう可能性はね、十分あるんじゃないかなと思います。そして、昨日の記事の中で、中国製のモデル3や Y をカナダで販売を開始したという記事も紹介しました。これを考えると、中国からわざわざ送らなくても、カナダで製造っていうのもあり得るんじゃないかなと思います。さらに、一気に数工場の建設、これもねあるんじゃないかなと思います。ということで次はどこで建設なのか、まだ発表はありませんけれども、これも楽しみの一つですね。そしてできたら日本でも作ってもらいたいと個人的には思います。はい、ということで今日はですね、テスラより優れている中国ライバル3社、テスラブランドロイヤリティは依然として非常に高い、テスラの新工場、これらの記事を紹介させていただきました。今日のトップニュースは新工場です。いくつかの記事が紹介していました。果たしてどこに新工場なのか、これがね今から楽しみですね。はい、では最後にですね、今日のコメント、こちらを紹介したいと思います。今日はまずでテスラ坊やさんのコメントです。コメント紹介していただきありがとうございます。コメントする側にとっても紹介していただけるととても励みになります。 LINE オープンチャットも楽しく参加させていただいています。ケンさんの強みは他がやっていないことをやる、とりあえずやってみる、まさにテスライズムですよね。これからも応援していますよとのコメントです。ありがとうございます。そしてももさん、優しいイメージの広告は少しずつ需要を増やしていくという意味ではいいと思います。いきなり FSD とか先進的衝撃的な広告を流してしまうと需要が爆発して生産が追いつかなくなってしまう懸念があります。需給のバランスを確認しながら戦略的に広告を出せれば大成功でしょうというコメントです。ありがとうございます。はい、ではテスラ坊やさん、いつもありがとうございます。テスラ坊やさんとはオープンチャットの方でもいろいろと情報交換させてもらっています。いつもありがとうございます。僕自身ですけれど、普段からテスラやイーロン・マスクさんの情報を取っていると自然と自分ももっと頑張らないと、いろいろと工夫しないとという気持ちにさせてくれています。まさにそれはテスライズムなのかなとも思いますけれども、テスライズムですね。今後もですね、
いろいろと僕自身もね、チャレンジしていこうと思います。まあ、チャレンジその1として、実はメンバーシッププログラムというのをね、用意しました。今後、僕自身のオリジナルのコンテンツっていうのを用意して、それをメンバーシッププログラムでお届けしていきたいと思います。そして、ももさん。昨日紹介したテスラの広告に対するコメントです。ありがとうございます。優しいイメージの広告でしたよね。もう僕もこれはね、ほんと良かったと思います。広告も温かさが伝わってくるものでした。環境にも配慮しているというのがそもそもあるので、こんなスタイルでいいんじゃないかなと僕も思います。昨日もですね、コメントいただきました。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントいただけると嬉しいです。ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。このような感じで僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画も参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してコメントをもらえると嬉しいです。コメントは必ず返信します。ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。そして今回の記事の内容はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や AI、Web3 など未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。今後のテスラや未来の最新技術についていろいろと情報交換しています。興味がある方はぜひ一緒に情報交換していきましょう。参加方法ですけれども画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。はい、今日木曜日ですけれども朝7時30分から Twitter のスペースをしたいと思います。ぜひ Twitter のスペースでも情報交換というのをしていきましょう。はい、私事ではありますけれど、僕自身ですね、結構な Apple 信者なんですね。で、Mac を使っていますけれども、Mac も1年に1回更新っていうのをしています。で、今年も新しいモデルが2月に発売されたんですけれど、その時に買い替えようと思ってて、買い替えるのを忘れていて、そのままダラダラダラと時間が過ぎてしまっていました。けど、やっぱり買い替えないといけないなと思いまして、昨日ですね、新しい Mac が到着し、今日から新しい Mac でこの YouTube も作っています。やっぱり新しい Mac っていうのはスピードもね、速くなってるし、いいですね。はい。で、今日はこの新しい Mac での作成だったので、いろいろと最初の設定とかで時間がかかってしまっておりまして、まあ、この動画を作るのも結構時間がかかってしまいましたけれども、まあ、今日からですね、この新しい Mac で約1年間ぐらいお届けしていきたいと思っています。はい。では、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。